次はゆりやさんです。はい、やっほー。はーい、イエーイ、ありがとうございます。どうも。暑い。暑いね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 。もうみゆきちゃん終わって羨ましいね。いや、2番目はもうええやんけ。え、もう今すごい、すっごいすがすがしい顔していた。もう終わったからみたいな。もう勝ち誇った感じで言って。もう帰るからね。あ、そう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 。もう帰るって言って、最後の時いないって。そんなことはない。そんなことはない。さあ、スクールデイズ。はい。ゆりやさんはどうですか？学生の時って。学生男子校女子校いやいや男子校入れないからいや、あの男女共学共学で行ってましたね。なんか部活とかなんかやってた？部活は演劇部で部長をやってまして、おお、はい、ずっと中学高校とずっと演劇部で、はい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 、あとはバンドを3つ掛け持ちをしてて、おお、それで、生徒会をやってました。おお、すごいよね。やってます。なんかもうエロゲーのヒロインみたいな。なんかそれ。なんかさ、そうなの？いや、わかんないけど、なんとなく、あ、そう、はい。なんかね、ゆりやさんのイメージとなんかワルみたいな。それ多分昔金髪だった時があるからだと思う。なんでさすがに、うん、あの中学高校の時は黒いおかっぱで、髪の毛が地毛でやっぱこれより長いぐらいまでずっとあって、ストレートで。はい、モテモテだったんじゃないですか。そんな覚えはないですね。ないの、なんかこう、そんな覚えはないですね。こうスクールデイズ的なノコギリ覗く淡い恋の物語みたいな。あ、まあスクールデイズは淡くないけどな。なんか、あ、そのスクールデイズ的なものは何もない。あったら怖いわ。あったらここにいないかも。いないから。それはない、平穏無事に。どんな学生さんだったんですか。真面目だったの？まあ、うちの学校に不良はいなかったです。いわゆる、俗に言う坊ちゃんお嬢ちゃん学校で、みんなおとなしいんです、うん、はい、でバンドを3つやって、そうですね、なんかこう、うん、ギターのバンドとキーボードのバンド2つを掛け持ちでやってましたね。ほんで演劇部にいて、演劇部いましたね。文化祭が大変なんですよ。でしょ。バンドのライブが3つと、うん、演劇の公演とで、うん、で生徒会でね、文化祭を運営しなきゃいけないんで、秋のゆりや祭りみたいになったよな。多分看板もゆりや祭とか書いてあるんだろうね。出ずっぱりみたいな。結構あの時は大変でしたけど楽しかったですよ。おお、うん、なるほどね、はい。で、今回は歌、シークレットザウルス、はい、歌ってみて、あの楽しい感じで、楽しい感じで、はい、苦しくはないです。なんだかな、2番バッターもこれか。ごめん、もう先言っとくわ、このイベントこんな感じ最後まで、うん、あのね、司会者のせいなんだって。違うってバンブーよりはちゃんとやってるよな。知らんけど、それはどうかなって言うなよ。どっこいどっこい。大丈夫、バンブーさんより幅取ってないから。そうね、ステージ広く使える、うん、そういうことじゃない。そうじゃん。シークレットザウルス、はい、じゃあ、歌っていただいてもよろしいでしょうか。嫌なんだ。あ、待って、最初の歌詞思い出してから。じゃあその間ちょっと大丈夫ですか。大丈夫です。はい、ということでよろしくお願いします。はい、はい、じゃあ聞いてください、シークレットザウルス。